国の業者から資金もらう、これ、禁止の政治資金。和田秀樹さん、木村、森予算の話を聞いてください。加えて、自浄作用が全く機能しなくなってきてしまった。すなわち、政治家も官僚も、どこ向いて仕事してるのって言ったら、確実に自分の方しか向いて仕事をしてない。まあ、そうですね。ね、こういう国って、私、ものすごく不幸だと思います。いや、でもそういうことに右翼が全く騒がないのは、右翼が右翼でないってことですよね。うん、いわゆる、普通、愛国者って称したら、こういう汚いことをしている人たちに、うん、こんなことじゃダメじゃないか、国民をちゃんと見ろ、日本の国を強くするためには、私利私欲よりも国益のために頑張ってくれって言わないといけないのが右翼なのに、うんうんうん、この萩生田にしても高市にしても、大内さんは知らないけども、右翼のむしろ親玉ですからね。うんうん、だから、日本にちゃんとした愛国右翼がないっていうことも、すごい悲しいことで、うん、